プローブホープっていうのは俺の気仙沼で初めてなんか僕に協力してくれたクリエイター師として協力してくれたお母ちゃんの息子と幼なじみ生徒会長とやんちゃ坊主そういうね幼稚園からのプローブ、まあ、ちょっとねさっきもじゃも言ったけど若者に説教する気はないけどもすぐにおっさんになるからなこれだけ言わせてこれだけ言ってもいいよね間違いないそうもうね やりまくったって追いつかねえんだよ俺も42歳なんだけど全然追いつかねえんだよ俺時間をくれお前の時間をくれ分かるわほんとね、42歳のおっさんですがなんか昨日その福島でほんとおっさんたちに俺はもう最年長最年少ぐらいなおっさんたちに囲まれて日本酒をいっぱい飲んだんですけどもその時にいろいろ話して、まあ、漫画家の先生最近の流行ってる孤独のグルメの久住さんとか安西はじめさんとかそういうちょっとマニアックな人たちと一緒に飲んでなんでプロになったかって話したの音楽だったらなんでメジャーデビューしたのかなんでできたかプロになった人の分析するとボンボンか紐ところもつまりいかにバイトをしないかそう貧乏とか未来への不安を恐れないかっていうねそこにつきますよ、ね、お金ないからバイトしようってお金なくてもいいから悶々としようっていうねそれがね、なんかね、信念な気がします、まあ、それも20代の話ね40代それじゃもう、強しないんでそういうことでちょっと、40歳、42歳の僕なりの夢を見ようぜソング歌います夢ドリームもう一度一から始めればいいさ自分がおればゼロじゃないだろう触らんければ傷つかんけれど本当にそれでいいのかい
ありがとう。